やっぱ配信ありもなしも変わらんわ。これ左上スポーンする方がいい気がしてきたな。贈与隊の人左上スポーンするんよな。これめっちゃ遠いんですけど、早すぎん？移動。ちょっと早すぎやろ、それは。こっとしやし。めちゃくちゃきついんですけど。なぜもう呪いがたまるんですか？あー、この鬼没でダメな気するな、ジュジュ相手に。これで速度増しよう、ね、あれ回収したけどな。あ、まあ追いつかんよな、追いつかんのはよくて。まずいです。あぶねー。赤パペと投げたの意味なかったのこれ。粘着骨董商人か。あー、プルブス回してるね。じゃあ寄せるか。地下は無理やな、間に合わへん。ナイス、よくやった、もう完璧やそれ。ちょっとそれ完璧すぎる。お前それ、十字打ち抜くのはやばいやろ。傭兵どこ行った？骨董商。うわ、骨董商に反応する。これ傭兵どこや？あー、いないんですけど。
ああ、で、これ曲芸師新規回して終わりや。うわ、これ回復されたのだる。これは一旦曲芸師ダウンやな。当初暗号機から話したい。え、当たんのそれ。フラッパ発見よ。え、それ気づいてなくない？あ、いるよ、それ。オッケー。僕行ったね。裏穂がないならいけるはず、間に合うはず、するのは。骨董書がおる。いいよ、あと2回？そっちから行くね、お前。オッケー、完璧。ご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録、グッドボタン、良ければコメントのほどよろしくお願いします。それでは皆さん、次の動画で。バイバーイ。